開幕。さあ歩いてきて中足からさあ聖剣一つ投げも一つ、まずは梅原が打撃戦に持ち込んだ。そうですね、ソニック打つ前に中距離戦を挑んでいくか。上しっかりアッパーで落として小屋打ち。さあ早くも板さんの陣、上飛び来た。綺麗に通してゲージ1本溜まっていた。 V ゲージも稼いだね。そうですね、これでトリガーが近づいたぞ。さあトリガー点滅、ただゲージがありませんね板橋。そうですね、となるとちょっと無責任発動的な部分はちょっと難しいですかね。発動するかオーバー。しかしこれしっかり見ていた梅原。そして梅原のゲージがこれでマックス、うん、水の上また飛んでいる。さあこれは危険な状態、トリガーがある。裏剣からトリガーを引いて、さあ画面端が正面。うわ打撃さあカートして梅原のゲージ溜まりそうですから。そうですね、削り見えてきてますねこれは。さあいたずっとバリア、あいうち、あいうちゲージを使っていった。さあそろそろ体力が足りないぞ。バリア飛ばせて落とせず、ガードしている。しっかりガード、削りはなくなりました。うわーっ伸びたし、それを刈り取ったローキック。まずはいたずんの G、ね、そうですね、やや置き気味に、うん、そうですね、振っていた梅原の中足、それに対して先端を蹴るような三田さん陣。外遊に対してね、この置き技はすごく機能する。というのもこう遠距離戦でですね、ソニックを打っていない、はい、ノーリューとしてやっぱ G バリアで取られてしまうと V ゲージに変換されてしまうんで、またもや飛び、飛びが通りますね。いつになく飛びを通してくる三田さん陣。ここも確認、確認からスタンチが溜まっている。危ないぞ、今度は打ってきた。お互いトリガーがありますね。さあヒヤリとする中で大シャンスを成功は梅原のガイル。さあこれで G 側にまたトリガーが点灯中ですから、うん、あたり安く済みました。そうですね、空中投げ上からライフメイヤー。ただここは梅原決めておきたいところであるが、北澤発動成功。めちゃくちゃだったな今。そうそう、ゲージを使い切りました。体力は残ってない、あと一発小づくだけだが、下から中足、先ほどはね、はい、足元に当ててきましたね梅原。そうですね、さあそしてここもレベルを上げようかというところをしっかり蹴っていった。さあプレジデントレベルは簡単には上げさせない、はい、梅原がソニックをちょっと温存というか、うーん、 G バリア、そしてこれまでかなり飛ばれているので打撃に持ち込んでいる。そうですね、ここもクラッシュカウンター確認か。しっかりと追撃をして画面端が近い。さあゲージを1本使って梅原が押し返す展開。リバースピン、板橋もう取り勝った。おっと、これは投げの暴発、うん、そこにはしっかりダメージを与えて、体力リードは梅原のガイル。トリガー発動 V リバーしてからの、うお、うまい。さあしっかりバリアをサマーで返した。受けていった上、ここも乗っかっている。なんというランラッキー。しかしバリア乗っかっているぞ、危ないぞ。スピン巻き込んだ。ただタイマーなくなりました。これからの EX インパクト。ただどこまで行くか、バリアからのダイキック打ち下ろして、これがとどめに。まずはさあ両チームの先鋒戦、まあ、コミファとしてはまあホーム側で当てていっただけに、ここはしっかり取ってもらいたいところではあるでしょう、うん、ですね。おっと間に合わなかった。しかも大パンからしっかり反撃をしてプレゼントレベル上がったが、ダウンするとそれが下がる。素晴らしい対局しっかりしてますね、うん、さあまたしても序盤体力リード梅原はバックステップしている。コマンド投げ G インパクトは食らわずに相打ち OK か。レベルアップをすぐにして、あもうこれ V トリガー溜まってますね。そうですね、こっから全然逆転できるのが G の強み。梅原はこっからは爆弾処理の時間。上っ、はい、GEX 打ち切った。さあこれでゲージがなくなったぞ。何か引っかかったらかなり危ない。下手に手足は触れないが当たっている。いつ下段から、さあ画面端もう一読みで終わる可能性がある。怖すぎる。女子カウンター通常投げ抜ける、入れ替えてからお読んでいる。危ない。さあこれは完全にバックジャンプを追いかけてきた板橋。着地をしっかりとバックンチョ。さあインパクトで投げたね、まあ、梅原はですね、はい、まあ、いわゆる F 式と言われるテクニックですよね、はい、タッチガード、まあ、G はすごく背が高いのでジャンプ力低めにガードさせるとバックジャンプ、ジャックパンチが、まあ、しゃがみガードしようとすると食らってしまうという連携になっている。しかしそこをしっかり読み切って2回ガードしてるんですね、はい、着地の G インパクトは、まあ、確定は多分させるのはすごい難しいんですけど、はい、どうせガードするでしょうと。そうですね、誰しもが、まあ、そこはガードしたくなるところ。
さあただこれで行幸梅原もうギアをトップに入れるしかなくなった。あとはなくなった。ここまで被弾はない 2P 側の梅原のガイル。さあ次のラウンドも若干あれが意識しながら、ただ危ない、ま、危ないぞこれ。どこからでも何でも起きるのはこの G の怖さ。やるっきゃねえって感じですね。またもや投げに来たが、うん、まあ、これはもうさすがにそうですね。とうとう、まあ、ラウンド先行している余裕ですよね、うん、さあそしてゲージ状況、下の水色のゲージは板橋の G が優勢という状況、はい、こうなってくるとこのしゃがみジャックパンチ全て打っては全てに EX オーバーを仕込んでいくという、はい、これ非常に強力な武器になってます。さあでも匂わせながらこのラウンド宮川はしのげるか。テクニックにそこまで頼らずに、そうですね、こう前に調節しつつと深かったが、もう画面端圧がある。うわーソニックの出かかりを潰していた。ここから始まるサマー、ここで投げに来ていたぞ、危なかった。ここからですね、対応が光る魂のトリガーが、ちょっと一般から危ないぞ、溜まってます。しかも V ゲージが歩いてくれ、集中カウンターから繋がっている。そしてトリガー発動、見る見る梅原の体力が赤に染まっていく。撃つ、ここでも撃つのか。さあどうする、 V タイマーはまだあるぞ。うおお、牽制リバースピー、リバースピーがしっかりとヒットを、これで、あとはもう勝負どころは本当に G の攻めというか、まあ、G インパクトを絡めてくる強力なんで、はい、そこはもう割り切って読み切ってサンマ打っていくと。でそこで読み勝ちがついたのが大きかったですね。ただこれだけ打たれたら、まあ、板橋 G 側も考えるでしょうからね。そうですね、開幕はいきなりバックステップに大パンがクロスカウンターしていたが、梅原が前に出るぞ、攻めガイルに切り替えたか。ただ助かりました。さあスタンは免れた必殺の G だが押し込んでくる、倒しに来るか。差し返す、キック上、中継対空、しっかり対空。うわー、あーあー、いきなり襲いかかる。さあこの G の恐怖、うわー、反撃だけ、危なすぎる。これでタイマーはなくなったか。スタンチが溜まっている。うわ、これまで打ったサマーのおかげで、これまで打ったサマーが助けてくれましたね。そうですね、板澤ガード、そして、うん、ガードさせて中下段に追うところで前方戦10ポイント持ち帰れるか。板澤はどうするか、どうこじ開けるか。召喚が増す、やや技振りが丁寧になるか。うえ、わー、通った、綺麗に入った、うん、さあこれで画面端とともにまたもや恐怖、抜ける、硬い。いやー、梅子さん守りますね。梅原フリバーサルで返しました。画面端では簡単には崩されないと、うん、いや中盤戦の2試合目でやっぱ打ったサマーが結構効いてそうですね。だがまたもや、さあレバー大キックを、うん、しっかりと読み切っている。うわ、早投げだ。スピンは投げて入れ替わった、攻守交代。梅原のチャンスだが、めくりになっている。ワンゲージ使って、おーおーおー、取り合い、落としてしまったぞ。これは逆に危ないぞ。板橋上からいく、しっかりとフォローできるか。梅原はトリガー発動、あー勝負で、さあ生発動だが、これが力だよ。そうですね、無理やり相打ちを取って、なんとフルセット。ゲージ状況もほとんど変わらず、前に出るか、しっかり。歩きながら上はしっかりケアしている、うん、横を見ながら上も落とす。あっ、目の前ハードで上、ここも落として、この後ですね、ここから、あ、ここから始まる2バズーカの後、さあまた始まる、何を選択する、容赦、ダメ、読んでいる、一番高いやつ、めちゃくちゃ痛い。さあしかしこれどうだ、反撃ののろし、さすがにかテンペスト、相手はし足りている。なんとかかんとか画面端守りに守ってここまでたどり着いた星は2対1。